はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきましょう。スターホースポケット、さてさて、どんな感じになるんかな。次はこれ。松並ゆいです。さあ、今日はもう飲みに行きましょう。プレゼントが届いてるよ。はい、前回は凱旋門賞1着ですね。今11月を1周ってことで、まだ、ベストバー体重が510キロなんで、3週ぐらい、休みを取りたいと思います。ということは、今ジャパンカップの週、ねえねえ、残り80周ですね。はい、何です？いい感じだね。馬体重が細い。よし、はい、何です？充実期を迎えたって言ってます。はい、何です？もしかしたら馬体増えたのかも。300枚か。大根、まあまあかな。はい、何です？あ、514キロベストバー体重が変わった。まあ、アニマですけどね、登録は。ジョッキーがね、また変更か。吉富先生。まあまあかな。お、嬉しいか。よしよし。あんまりハードな調教できなかったですね。クエスト達成、やったね。そういえばさ、ちょっとあの調教が軽い気はするけどね。見込みに戻しましょう。
週はレースがあるよ。ですけどね。いい感じだね。ちょっと軽め残しな調教を やってしまいましたが、それがどう出るか。いい感じだね。はい、何です？リストバ体重ではあります。76週か。さ、頑張っていこう。 1.3 倍、ダントツの一番人気、グリグリですね。しかもディープインパクト全ノロブロイ相手でこれですかね。ディープインパクト 4.9 倍、なかなかですね。でも全のロブロイ3番人気をかかわず 25.3 倍じゃないですか。これはすごい。そしてタップダンスシティが 68.1 倍、これはちょっと警戒しないといけないです。というわけで人気はない分思い切った走りをしてくるかもしれないよということで、これがディープですね。オッズは結構ついてるね、正直です。4番人気がこのデルタブルース、コスオバルコもいますけど、正直ディープインパクトを除いたらすごい、そんなに差がない。さあディープとの事実上対決と言っていいでしょうね。怖いのはタップダンスシーが逃げ切ることかな。リンカーンやハーツくらいもいますが、いよいよ大詰めを迎えました。さあ、あなたの、そして私の夢が走っています。あなたの夢はタタのバイアリーかディープインパクトか。私の夢はヘブンリーロマンスです。中山で追い込みに戻したのは正解なのか。コスモバルクが先手を取ります。その外スーッとタップダンスシーンが上がっていきました。差が開いて12番ブラスボンバー、そしてその後ろからリンカーン、それから4番ゼンノロブロイ、外を通りまして7番ヘブンリーロマンス、そのうちにデルタブルース、ちょっと離されまして3番ディープインパクト、鈴鹿マンボがその後ろ、内から1頭1番アーツクライ、早めにまくっていくでしょうね。10番旗のバイアリー、1番後ろに8番サンライズペガサス、12頭が第1コーナーに向かいます。前でありますが前、これが先頭タップダンス7、その後ろでやりましょうか。コスモバルク、ちょっと離れて12番ブラッドボンバーでやります。2番リンカーン、その後ろ3馬身くらいあって、4番ゼンノロブロイ、その外からはヘブンリーロマンス、それから6番デルタブルース、その後ろ5馬身くらいあって9番鈴鹿マンボ、ディープインパクトがかわしていきました。それからもう一頭1番ハーツクライ、その外10番カタノバイアリー、サンライズペガサスが並んでいます。サンライズペガサスとか追い込みですからね。さあ先頭の方はどうなっているか、後ろを回ってますね。ダンスシーが先頭です。そうそう、この辺からディープ行くかもね。歩き出した、コスモバルク、やっぱりディープが離されまして、ブラスボンバー、そして4番手に2番リンカーン、さあディープが先に仕掛ける。ちょっとさっきカタノバイアリーが上がっていってるぞ。スルスルとデルタブルースが気がつけば500切ってますね。最終コーナーを回ってディープはどこだ、もう勝負圏内だ。直線伸びてくるのかどうか。さあ先頭はコスモバルクが2馬身リード。コスモバルクがいいですね。あっと、しかしカタノバイアリー、ディープは案外伸びず、カタノバイアリーが捕まえに行く。ディープ、え、コスモバルクだこれ。ほとんど同時、コスモバルクを捕まえきれなかった。なんとコスモバルクにやられてしまいました。やっぱ追い込みはリスクが高い。あー残念。1着5番、2着当番、3着4番以上の追い込みは結構展開でリスクありますね。
から帰ってきたね。痩せすぎだよ、もっと食べなきゃ。食べましょう。嬉しいか。よしよし。はい、何です。あれ、75周になった。あ、まあいいのか。やっぱ前の方は怖かったと思ったけど、タップダンスシティじゃなくてコソーバルクでしたね。クエスト達成、やったね。え、飲みに行くの？あ、聞き違いですね。仕事中ですね。はい。そんだけ飲みに行きたいんだ。というわけで、コスオバルクに有馬記念やられてしまいました。うん、やっぱり特に中山は追い込みリスク高いのかな。このゲームは参考にしてください。よろしければチャンネル登録高評価もお願いいたします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。